ございます。好きな YouTuber たまさまとぶーちゃんです。はい、というわけでね、猫アレルギー、猫アレルギーピンチ、これぞピンチ、はい、なかなかさっきからガラ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 してますからね僕というわけで本日もやっていきましょう、はい、ね、50個に変える希望をね、本日のワードは、ピンチは変われるきっかけ、はいはい、これはね、もう、まあ、これも読んで字のごとくなんですけどね、あのいろいろピンチはね、あの人生の局面において訪れると思うんですけど、うん、なんかもう本当に引きこもって毎日何も同じことしかしてませんの、ね、人はね、なんか違うと思うんですけど、なんかまあ普通にね、例えばこう社会に対してお仕事してやってれば、なんかいろんなありますよね。仕事もそう、恋愛もそうね、そうだ、友人関係とかもそう、ね、いろいろありますよ。でまあどういう状況のピンチかわかんないけど、なんかそのピンチもいろいろあると思うんですよね。なんか多分自分で作ってしまったもの、向こうから舞い込んだものもいろいろあるとは思うんですけど、はい、なんかそのやっぱり自分からね、作ってしまったものは自己責任だとは思うんですけど、なんか何もしなくてもね、もうね、あるじゃないですか、ピンチって。なんか例えばね、交通事故とかでも、なんかそう、自分が安全運転中、向こうが突っ込んできたら怪我しますよね、その怪我して、いやもうこんなんねって、もうなんか足も折れたし入院したしみたいな、でもその入院した先で看護師さんに可愛い人に会いましたみたいな、結婚しますみたいなこともね、なんか人生には起こりかねないってことでね、ゼロではないですからね。そう、まあ要は、まあ、それはまあ極端な例ですけども、なんかやっぱりあの今はやっぱコロナウイルスっていうのがあって、もう本当にみんな大変だと思うけど、まあ、ピンチですよね。なんかうちもお家で苦しいし、やっぱりね、ブーちゃんのお店さんもね、ブーちゃんのお店さんも苦しいところがあって、まあそこの部分で大変なんですけども、なんかこれを機に逆に言うと、みんな一旦自分のことを考えれる時間ができたから、僕は捉えてるんですよ。なんか一回リセットして考えて、じゃあこっからこのままどの人と過ぎていいのかとか、例えばその生活スタイルとか、まあその仕事とかね、じゃあどうしたら一番いいのかみたいなところをなんかやっぱり考えると思うんですよね。なんか業界によってはなんかブレない業界もあるんですよ。この状況でも逆に忙しくなったりとか、なんかそういうところにいた方がいいのか、まあやっぱりなんか生きていくためにやっぱり自粛って言ってもなんかね、まあ、給付金をねなんか出すってなって言うけど、それ何ヶ月後何週間後ですかみたいなね、その日その日のお金を稼がないとやっていけない人とかやっぱりいるし、じゃあどういうふうにねやったらいいかっていう、なんかまあちょっと生活基盤が弱い人たちが一回リセットみたいな、今は多分地獄だと思うんですよそういう人たちって、なんかじゃあねこういうふうにできませんとか、ああいうふうにできませんって失われましたって、もう死のうかなっていう人もいるかもしれない、極端に言えば。でもね、死ななくても大丈夫です。なんとかなります。きっと。今の日本だったらね。そう、まあ、救済措置のね、あれもな、まあ、調べてみたらいろいろあるとは思うので。まあ、そうですね。はい。まあ、本当、究極で言えば炊き出しとかもね、もらえるような国ですから。ね、なんとかなるっていうのはなんとかなるんですよね。まあ、一応ね、国的にはセーフティーネットがあるんで、生活保護だとかなんとかもいろいろあるんで。知らなくても大丈夫です。本当に、まあ、役所によってはそういうのが売りづらいとかね、なんかまあそうですね、ありますけど、まあ、大変な人が、ね、まあ、そういう認可はおりませんでしたし、そういうとは思うんですけど、なんかそういううまくね、こうなんとかかんとかできないもんじゃないかなっていう、まあ、もがけもがけもなんか悪くないかなとは思います。でもなんかね、それがチャンスなのかなとも思えるような人になれればいいなっていう。だから人によってはだから、その細々とね、例えば今17万っていう、ね、お金でなんとかかんとか暮らしてますっていうだったのが、今回のあれで仕事がなくなりました、どうしよう、転職したらじゃあ月々30万40万っていう仕事につけたりすることもあるかもしれないんでね、それがチャンスかなっていう。ただその僕は思うんですけど、なんか要はチャンスっていうのをつかめるのは、そういうのにちゃんとアンテナを張ってちゃんとつかもうとしてるって思ってるんですよ。まあ、もしくはその努力をしていきたい人、なんかそれに備えて努力していきたい人で、そのチャンス、その機会を一瞬の機会を見逃さなかった人、チャンスは二度来ないっていうので、同じチャンスは一回目のチャンスをつかめなかったとしたら、もう二回目はない、二匹目の土壌はいないっていう言葉があるように、なんかそういうとこかなと思っているんですよね。まあ全員が全員そうではないかもしれないけど、なんか結構その感覚でいないと、なんか美味しいチャンスの話みたいな、そうですね、僕の大好きな言葉の一つもそれと同じだったんですけど、
この一球は唯一無二の一球であるっていう言葉があるんです聞き覚えがあるな、はい、あの熱い熱い男がある、あるね、あの熱い熱い男がいるんですけども、その人がね、ウィンブルドンとかね、いろいろ出てる人で、その人が言ってた言葉、まあ確かにそうかなと思うんですよね。同じ球が来たとしても、同じコースじゃないし、同じ場所じゃないし、同じ風の向きでもないから、それって唯一無二の一球なんですよ。それをいかにこう返せるかっていう、チャンスをいかにこう掴めるかみたいなところ、まあこれと一緒なのかなっていう。確かに思いますね。なんかその、やっぱりこう向き合ってないと、やっぱりその例えば野球とかにしても、キャッチャーがいないと別にね、こうそのピッチャーがどこに投げても取ってくる人がいない。そうですね。ね、ただチャンスっていうものが例えば球だとしたら、それを投げてる人がいても自分がキャッチャー見てもいないと取れない。ね、そういう風に構えてないと取れないですよ、だからそういうのを念頭に置きながら。ピンチってありました、今までやったことをね、全部うまくいきませんか、みたいな、なった時に、あ、こっちじゃないんだ、こっちだなと思ったら、こっちが抜けれるかもしれない。ここに壁があっても、こっちは壁がないかもしれない。こっちは壁がないかもしれない。っていうこともあるので、それは、やっぱりなんかあるかなとは思います。ただその、ピンチはチャンスなんだけど、チャンスってものがみんなにとってどういうふうに解釈してるかですね。チャンスって、必ずしも一発逆転ではないので、なんかそういう美味しい話みたいな感じじゃないと思ってるんですよ。というのは宝くじ当たりましたみたいな話じゃなくて、なんかその中でこう今はちっちゃいこうものだけど、でもなんかそう新しい方向性に行って、それを頑張っていればすごい成し遂げるってこともきっとあるので、そういうチャンスもあった、見た目にはよくわからないチャンスになるので、なのでやっぱり僕はその、昔お客さんにね言われた言葉で、若い時に20代の時に働いた時に、いやなんかすごい頑張ってるよねってなんか褒めてもらえて、ありがとうございます。いやずっと頑張ってれば絶対見てる人見てるから、なんかそれはなんかね、腐らないで頑張ってやった方がいいよって言われたことがあって、そうですねって言って、だから周りのやつはどんなに仕事しなくても、どんなにサボっててもやれても、俺は真面目にちゃんとやろうって思ってやってきたんで、まあその結果、まあ自分は今も店も持ってたし、なんかこういう風にいろんな人もご縁もできたし、まあありがたいなっていうね、なんかものがあるんですけど、なんか要はそういうものかなって思って、ピンチになった時には変わるきっかけになったりとか、なんかそういう職場をね、なんかパンってやらないといけなくなったりとかした時もあって、え、マジ明日からどうやって生活しようみたいなのがあったんですけど、なんとかなったんで、ね、あの時に、朝大阪に札が入ってませんどうしましょうとかね、そういう時もあったし、それを考えたら今すごくね、恵まれた生活だと思うんで、やっぱりなんかその、日々あるそのちっちゃい幸せを感じ取っていくってことも大事だと思うし、そこを感じてないからピンチになってしまう部分はあるかなとは思うんで、まあ、そこを踏まえた上でのピンチは変われるきっかけかなと思っております、はい、まあね、それで、ね、こういう言葉でね、もし気に入っていただけたら、はい、お題スタンプの方を、買ってください、はい、高評価、よければねグッドボタン、あともしよければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、すすきの YouTuber、たまさまとぶーちゃんでした。したっけ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最新の動画、おすすめ動画もぜひ見てください。